久人新王、久人新王、久人新王、2006年、平成18年9月6日台は、日本の皇族、秋篠宮文人新王と、同日、の子の第一男子、金城天皇、第125代天皇、秋人初の男子の高尊、二位は新王、皇室天般に定める継承は殿下、お印ししは、皇や牧、皇位継承順位は、 第3位で、2018年現在、御称号を持たない、唯一の継承資格者である。姉にマコ内親王とかコ内親王がいる。皇室において、父、秋篠宮文人親王の誕生以来40年、9ヶ月ぶりの高等男子。21世紀に生まれた皇族としては、重子の年の宮愛子内親王に次いで二人目で、2018年現在、男性では唯一であり、 最年少皇族でもある。五所は、東京都港区元赤坂2丁目の赤坂、御用地内にある、秋篠宮、宮邸。2006年、平成18年2月7日の朝、秋篠宮文人新納彦子が、秋篠宮、宮邸にて超音波検査をしたところ、胎児の心拍が確認され、妊娠6週目である徳内庁長官、ケタシ慎吾により発表された。 17日後の2月24日に、のりこが妊娠3ヶ月であると、区内庁が公式発表した。妊娠つわりなどの症状があったが、2度目の検査では、順調な経過が確認されたと、愛育病院の院長、中林正夫によって発表された。また、皇室医務士官、金沢一郎は、秋篠宮同妃の意向により、性別の事前検査は行わない方針を示した。 しかし、マスコミは、男児出産をスクープしていた。2006年8月16日の午後、秋篠宮日のり子が、陣痛のため、秋篠宮と共に、東京都港区、南麻布の愛育病院に入院した。また、同日、主治医の愛育病院院長、中林正浦が会見を開き、早産の恐れなどがあるため、帝王切開の承知を取る、ことを発表した。 皇室史上初めての帝王切開による出産。また、皇室において、天皇一族の出産で、皇居内産殿、宮内庁病院ではない場所が使われるのは、史上初めてであった。2006年、平成18年9月6日午前8時27分、誕生した。 出生時の身長は48.8センチメートル、体重は2558グラム、秋篠宮家においては過去内親王以来十二年ぶりの子女の誕生であり、皇室においては父である、秋篠宮文人親王以来、約四十年九ヶ月ぶりの男子である。誕生当日には、たまもの県の儀が行われ、祖父である、金城天皇から、守り刀、策が贈られた。 9月12日、命名の儀が行われ、久人、久人と名付けられた。ゆったりとした気持ちで、長く久しく、人生を歩んでいくことを願って、また過去の皇族との重複を避けつつ、音と意味を重視して、父、秋篠宮文人新王が字を選んだ。家族からは、悠々の愛称で呼ばれている。お印は、高野巻で、大きく。 まっすぐに育ってほしいとの思いが込められている。9月15日の愛育病院からの退院時には、宮邸のある赤坂御用地までの沿道には、約1800人が集まった。警備は、警視庁の機動隊など、計1200人体制で行われた。誕生の前年、2005年、平成17年には、皇族男子の不足から、 皇位継承問題が表面化していたこともあり、各地で奉祝をもって迎えられた。明治神宮をはじめ、各地の神社、神社町で、御腰の奉納、長鎮行列、奉祝更新など、祝賀行事が行われた。久人と新の誕生によって、高等断絶の危機が当面は解消されたことで、皇室転半改正案の提出は見送られた。2010年、 平成22年4月3歳10ヶ月の時にお茶の水女子大学附属幼稚園に入園された。母である秋篠宮妃のり子が同大学を拠点に研究活動を行っていることから女性研究者を支援するために同大学が創設した特別入園制度での合格によるもので、久人と新が適用第一号である。2011年 平成23年春にも、チャッコの儀が予定されていたが、東日本大震災を受け延期された。同年11月3日、赤坂東邸で、チャッコの儀と新初期の儀に臨んだ。2012年、平成24年11月7日、秋篠宮、秋篠宮妃と共に、奈良県か市原市の神武天皇陵に参拝し、玉串を捧げられた。 久人親新が御両を参拝されるのは、これが初めてである。同年12月14日、2013年、平成25年4月に、お茶の水女子大学附属小学校へ入学されることが発表された。戦後、皇族が学習院初等科以外の小学校に入学するのは、初めてである。2013年4月7日、両親の秋篠宮と同日の子と共に、 小学校の入学式に参加した。2013年、平成25年3月15日、お茶の水女子大学附属幼稚園卒園につき、両親と共に、武蔵野寮、昭和天皇寮と武蔵野東寮、高順皇后寮を参拝された。同年3月25日から2日間、三重県の伊勢神宮に参拝した。同年12月10日、 沖縄県糸満市にある沖縄戦赤国定公園に強化平和の石を見学された。2016年平成28年8月3日、新潟県津南町の能登縄文の体験実習館な縄文で縄文土器を見学した。10歳の誕生日には秋篠宮邸の庭で田んぼや野菜を作っていることが発表された。同年11月20日朝。 友人らと山梨県へ山登りに行く途中、相模原市の中央自動車道下り線で渋滞中に追突事故に遭う。車には母、のりこと区内庁職員ら計6人が同乗していたが、怪我はなかった。事故の背景には内定皇族と三宅皇族との警備体制の違いが挙げられた。2017年、平成29年9月6日の11歳の誕生日には、 同年5月の校外学習で、東京、両国国技館の大相撲を観戦され、友人とちゃんこを味わったことや、8月下旬に2泊3日で、林間学校、長野県の白樺湖州に、初めて参加したこと、学校で、栽培委員会に所属して、花壇の水やりなどを担っていることなどが伝えられた。現在の皇位継承順位は、おじの皇太子なる人親王。 父の秋篠宮文人親王に次いで三位。都市以下では、唯一の後位継承資格者である。一宮や、秋篠宮家の生まれであり、また当主ではないため、綾宮のような称号は持たず、秋篠宮という宮号も関さない。未来、継承を含めた表現は、宮内庁公式 HP では、久人親王殿下と表記している。なお、宮家の志士を呼ぶ。 祭の古い慣習、詳細は若宮を参照に従えば、秋篠若宮と呼称することができる。ただし、幼稚園においては、姉の真子内親王過去内親王同様、便宜上、秋篠宮を名字の代わりとして用いていた。誕生時には、二十一カ国の元首から天皇、皇后へ、三十一カ国の元首から天皇へ、 それぞれ高尊誕生の祝電が寄せられた。久人の誕生したことで、2006年、平成18年の今年の漢字に、命が選ばれた。また2位には、優が、ランクインした。天皇、皇后が初めて見舞いに訪れた際には、白いベビーシューズを母子に送った。この靴は、久人親王一歳の誕生日の記念写真で、ソファ脇の机に飾られているのを見ることができる。 トルコのトップカップ宮殿博物館からは、国宝、金のゆりかごが貸し出され、2007年、平成19年8月から9月まで、東京都美術館で開催された、トップカップ宮殿司法展で特別展示された。これは、門外不出の国宝で、トップカップ宮殿博物館館長の行為により、実現したもの。お印が、高野牧と決まった後、高野牧を、 しのきとする岐阜県中津川市の中津川観光協会が高野牧の写真入りのパンフレット用紙袋を制作した。また高野牧の名の由来である高野さんへの交通手段である南海電気鉄道では誕生記念として南馬駅で高野牧千本を乗客に無料配布した。久人親王は皇室では四十一年ぶりの男子誕生だったが、 国内庁はあくまで一の家の生まれであるとして誕生を祝うための貴重書を設けなかった。しかし地方自治体や自社などでは独自に貴重書を設けたところもあった。久人新郎の誕生は世界各国のメディアで報道された。王室を持つイギリスでは日本の行為継承問題に関心があったこともあり、BBC ニュースはトップニュースで報道。 アメリカの CNN では速報で東京特派員が一通ツ、エボーイと伝えた。また、アメリカのニューヨークタイムズ紙電子版やタイム紙、中国の新華社通信、韓国の連合ニュースや朝鮮日報紙なども速報記や特集記事を出した。また、日本国内でも各メディアが報じたが、独立局である三重テレビでは10時59分のスポット CM 枠で、 特設ニュース枠が設けられ、報じられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。